てかさ、知ってる？松茸ってキノコの王様らしいよ。でもなんか高いじゃん。なんで高いんだろうと思って調べてみたら、日本のキノコの王様って言われてるらしくて、人工栽培がなんかめっちゃ難しいのと、その秋っていう短い時期の中でしか食べれないから王様って言われてるんだって。縁起に許可取った。エリンギはいつでも食べれるやん。じゃあ世界のキノコ待って、でそれはトリュフじゃない？ポルチーニタケだって。ポルチーニタケ、ポルチーニタケは何？キノコ嫌いな人めっちゃいるよね。目とはめっちゃ好きだけど、嫌いっていう人の気持ちもまあわかんなくもない。キノコ嫌いだけどキノコの山派。あーなるほどね、キノコタケノコね、キノコの山です、あタケノコの方がうめえだろみたいな論争を起こしてくるやつほど、しょうもないやつこの世に存在しないと思ってるんで、また戦争がしたいのか。いやだからそのなんだろう、タケノコ派だろみたいな、キノコが好きだよって自分の好きなもの発表会なだけでいいじゃん。いやタケノコの方がうまいだろみたいな、なんかその論争に持っていこう、ディベートしてこようとするなんかしょうもない人間は自分ほんと眼中にないんで、ここで帰っていただけたらなと思います。キノコもタケノコもうまい。いやそうなんだよ、別に味変わんねえからさ、別に味変わんないからさ、目とはその どっちが好きですかって言われたら、まあ、キノコが好きだけど、でもキノコ好きだからタケノコ食べないとかじゃないし、どっち食べても別にうまいなって思うよな。いい子ちゃんブルナ、だって争うのって無駄じゃないですか。皆さん争うのはやめた方がいいですよ。エビ